いや、これ強いな。これやばくね。さあ、ウィーレアプリやっていきます。今回はもちろんベッカムのガチャを引いていきたいと思います。右サイドね、右サイドハーフ、総合値の方が、81です。これはまあレベル1の状態なので、なんかね、詳細で1回見たな。こちらベッカムなんですけども、レベル30時点で総合値が88まで上がりますね。で、大体まあロナウド、メッシあたりは、能力の方は分かると思うんですけども、ベッカムだよね。まあ、作ったけどどのぐらい違うのか。あ、身長183cm、27歳の設定。やっぱあの2002年の、時の、まあ、設定っぽいですね。あ、セカンドトップないんだね。ウイングが薄くあるけども、センターだとボランチ右サイド、オフェンスセンス83、ボールコントロール80。あ、この辺ちょっと違うか。グランダーパス、フライパス94、プレスキック94。ちょっと落ちてる時か。あ、そうかそうかそうか、落ちてる時じゃなくて、これ初期の段階だから、全然まあ上がりますね。プレスキックも98とか、カーブ、プレスキック94ってことは、カーブの方が上がんないのかな。はい、コンディション安定度8でしたね。怪我さん、もちろんいいですね。で、コントロールカーブついてるんだ。バックスピンロブ、ピンポイントクロス、キャプテンシー、闘争心とかついてなかった。はい、そんな感じですね。まあ、これ初期能力ですから、もちろん、全然上がります。総合値、まあ、30の時は88まで上がりますということです。それでは早速ね、引いていきましょう。まずプレゼントでもらった分2回引きましょうか。バルトシュ・サラム、センターバック。銀の選手はどうしよう。なんか注目してる選手だけを見ていこうかな。はい、じゃあ、残り1回引いていきます。黒玉出る確率がまず少ないのに、やばいな、出る確率が。マティ・ミシェル。はい、それでは、ここからですね、まあ普通に引いていくんですけども、まあ、10連だったら得点でゴールド以上が絶対入ってるという形になってます。ただ経験上、単発の方が結構ね、出るんじゃないかなと思いますので、今回は単発で、まずは10連引いていきましょう。黒がね、ないんだよ。単発で黒出たらすごいけどな。ヘベル、フラメンゴ、フラメンゴのユニフォームいいよ。はい、続いて2回目。マクシミリアーノ・ビラスケス。はい、3回目いきます。お、ゴールド来た。チアゴ持った。いいじゃんいいじゃん。187cm、 左利き、あ、35歳だけどいいよ。はい、能力ですね、見ていきましょう。で、これ育てれば結構金の方では使えるんじゃないかな。これ、このスキルもかなり持ってますね。これはいいでしょう。はい、続いて4回目いきます。またしてもシルバー、ホビーニョ。はい、5回目。いやー、来ないか。ニコラス・カッティージョ。いや、ベッカム多分ね、かなり持ってる人少ないと思う、これは。多分、黒玉が 3% でしょ。その中でベッカム出すって相当強運ですよね。ニャニク・ベステルゴールド。199センチ。センターバックの中でも一番高身長の選手ですね。
え、ちょっと強いな。ベステルゴールドってこんな強えの？やべえ、ちょっとちょっと無知なところが出ちゃったけど、これ大当たりっすよね。身長199センチ、25歳でしょ。ヘディング87、ディフェンスセンス80。いや、これ強いな。これやばくね。はい、7回目いきます。マネーネ・パスクアル。はい、続いて8回目。え、ちょっと思っちゃったんだよね、ボックスドロー隣にあるから無理やりベッカム出さなくてもいいんじゃねえかなみたいな。あー、ずれた。マクシミリアーノ・ベラスケス。もうどんな確率よ。続いて9回目。フランク・ファブラ。さあ、ラストです。いきます。黒玉一回も出してないからな。あー、出ないか。エミリアーノ・リゴーニ。右サイド違いなんだよ。ベッカムはもう黒玉だからな、まず。まあ、ただちょっと見たんですけど、まあ、育てれば使えそうだなっていう感じはしますね。なんか両サイドいけそうだな、この逆足精度と頻度だと。はい、ということで、まずはですね、触り程度にちょっと引いてみましたけども、レジェンズボリューム1ってことは絶対マラドーナ出てくるでしょう。いや、その度にレジェンド選手欲しいには欲しいけど、ここ無理で取ったらね、もうコインが足りなくなりそうだな。決してボックスドローとかではないので、結構強運でしょう、これは。選手数100ってことは100分の1か。それでもボックスドローじゃないからな。100分の1。どうせだったらカガーとかもね、金で欲しいな。で、今ちょっとコインのセールの方もやってるんで、まあボックスドローをちょっと次はちょっと引くんだけど、その結果によっては、まあ、コインが余ったらちょっとベッカムの方ぶっ込んだりしてもいいかなっていう感じですね。とりあえず今回はまあ触り程度にレジェンズボリューム1、こちらをね、10回引いてきました。次回はボックスドローいきますんでね。はい、まずはこちらのね、あのガチャの動画もお楽しみください。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。